お元気ですか、ボクシリンです。今回は BBM オリックスバファローズベースボールカード2023開封動画、今度は後編の9パックやっていきたいと思います。じゃあ早速ね、やっていきたいと思います。まずは後編の2袋目でございます。ジャレル・コットン投手でございます。杉本裕太郎外野手でございます。比嘉幹貴投手でございます。キラでございます。大城浩二内野手でございます。ジェイコブ和月パック投手でございます。で、小野太一投手でございます。で、山崎総一郎投手でございます。2袋目でございます。山足達也内野手でございます。田島大輝投手でございます。で、杉本裕太郎外野手のカードでございます。斉藤京介投手のキラでございます。で、山崎東一郎投手のカードでございます。野口智也内野手でございます。大城浩二内野手でございます。3袋目でございます。横山楓投手でございます。内藤豊内野手でございます。杉本裕太郎外野手のキラでございます。石岡亮太内野手でございます。山本由伸投手でございます。山田信義投手でございます。山崎総一郎投手の可愛いカードでございます。4袋目でございます。中川圭太内野手でございます。山下俊平太投手のこれね、ライジングスターカードでございます。中川圭太内野手のキラでございます。北亮斗外野手でございます。渡辺大輝外野手でございます。小北敦也投手でございます。山下俊平太投手でございます。6袋目でございます。太田亮内野手でございます。黒木裕太投手でございます。で、内藤豊内野手のカードでございます。福田周平外野手のキラでございます。大里康生内野手でございます。茶野徳正外野手でございます。山岡泰輔投手でございます。
1,2,3,4,6 袋目でございます。杉本龍太郎外野手のカードでございます。結構これかっこいいですよね。でね、で前唯人投手でございます。中川圭太内野手の、はい、カードでございます。頓宮裕真捕手の平でございます。マーウィン・ゴンザレス内野手でございます。宇田川優希投手でございます。現仙台外野手でございます。7袋目でございます。杉沢龍外野手でございます。小田裕也外野手でございます。佐野徳正外野手の平でございます。山崎達也投手でございます。野口智也内野手でございます。で竹谷大地投手でございます。宇田川優希投手の可愛いカードでございます。8袋目でございます。本田ひとみ投手でございます。で直筆サインカード出ましたね。背番号8ですこれね。これはマーウィン・ゴンザレス選手のね、直筆サインカードが出ました。でこちらがですね、89/14でございます。はい、直筆サインカードでございます。はい、続けていきたいと思います。平野義久投手のキラでございます。 T 岡田外野手でございます。福永翔捕手でございます。日高敦美投手でございます。小木田敦也投手でございます。で最後の9袋目でございます。漆原大成投手でございます。でこちら杉本裕太郎外野手の金箔張りのねカードが出ました。でこちらがですね120/55となっております。で、続けていきます。日高敦美投手のキラでございます。渡辺大輝外野手でございます。で山本由伸投手でございます。で阿部翔太投手でございます。そして最後は山崎颯一郎投手のカードでございます。以上でオリックスバごめんなさい BBM オリックスバファローズベースボールカード2023開封動画後編をね終わりたいと思います。今回はですね、実際にカードでございます。またね、久しぶりの外国人選手の直筆サインカードでございます。今度はですね、広島東洋カープ編もね、やっていきたいと思いますのでね、カープファンは必見でございます。よかったら、今後ね、見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。